今年の年越しそばは玄米で、玄米麺で作る年越し鶏南蛮レシピです。材料はこれだけ、一人分で作っていきます。まずはフライパンに油を敷き、3センチに切ったネギを炒めていきます。ネギに焼き目がついたら、一口サイズに切った鶏肉を入れます。鶏肉に火が通ったら、水とだしパックを加え、煮立ったらめんつゆを入れます。味を見ながら塩で味を整えてください。味が決まったら玄米麺を投入。半生麺なので1分ほどで茹で上がります。器に盛り付けて、お好みで三つ葉や七味唐辛子をのせてもいいかも。とっても簡単にできるシンプルな年越し玄米麺。今年の締めも玄米で。ではでは、皆様、良いお年を。